ですね、今からボイトレのウォーミングアップですね。まず声を出す前にやるストレッチですね。これもすごく処方の処方っていうか、これすごい大事なんですけど、見えますか、これリップロールっていうんですけど、この口と口、唇をこう空気で震わせるんですけど、これをこう一定に息を出し続けるっていうエクササイズです。なのでこれがっていっぱい息が出ちゃうともう長続きしません。なのでなるべく細長い糸がこうビーッと出てるようなイメージをしてください。なので弱すぎたらってこう抜けてしまうね。なのでなるべくこの難しいですね、出すぎてもダメ、出なさすぎてもダメっていうね。なのでこうもしいっぱい息が出ちゃう人はここ口ここをちょっとね押さえて、まあ軽く押さえる、そうするとブルルルってやりやすいかもしれません。まずじゃあこれをブルルルル一緒にやってみましょう。せーの、ブルルルル。はい、もう一度、せーの。ラスト一回、せーの。OK。じゃあこれを、上下上下やってみます。で、なるべくこれが、音が頭の後ろで上下上下言ってるようなイメージでいきます。せーの。ここがねちょっと痒くなっちゃいますけれども、もう一回言ってみましょう。いいですか、もし止まってもまたそこからやれば大丈夫なんで、いきます、せーの。これなるべくね長くできるといいですね。はい、ではここからちょっと応用編、はい、じゃあいいですか、これを今ね上下上下いきますよね。これをやりながら、こう音階をリップロールしながらねちょっとやってみたいと思います。これもねすごく難しいんですけど、慣れるとちょっとずつやってみるとできてきますので、じゃあまず女性のキーからいきます。男の子も、この女性のキーで大丈夫です。で声変わりしてきたら男性のもう1オクターブ下でやります。まず女性からいきましょう。せーの。
出してる。できるとすごくいいので頑張って、できない人も練習してください。はい、お疲れ様でした。